新津市街を走る路線バス車両新潟交通観光バス株式会社は新潟県新潟市東区に本社を置き同市中心部を除く道県下越地方ほぼ全域の路線バスと同社グループの貸切バスなどバスの運行を行う企業新潟交通の地域市会社にあたり同社の連結市会社である1986年3月7日 新潟交通の貸切バス部門が、加越地方側と佐渡ヶ島側で分社化された際に設立。当初の社名は新興貸切バスで、新潟市寺さ産に本社が設けられた。また、佐渡地方の子会社は新興佐渡貸切バスで、佐渡郡沢田町大技、河原田諏訪町に本社が設けられた。前日通り、当初は両社とも貸切バス専業として設立された、ものの、 新潟市近郊を除く地域では路線バスの利用客が前減し、特にローカル路線を多く持つ地域では次第に運営が困難となったことなどから、路線バスは新潟市近郊の路線を除いて地域市会社に移管することとなり、1993年以降、新潟交通の路線バス事業が進行貸し切り、新湖佐渡と同年設立された新興北貸し切りバス。 新港西貸し切りバスの計4社へ順次移管された。2002年、さらに新潟市中心部から郊外方面に至る路線バスの一部についても地域市会社に移管されることとなり、これに伴い新港貸し切り、新港北、新港西の3社は社名を変更。この当時の新潟交通観光バスは新津市東部、阿賀野市、五泉市、 東神原郡阿賀町の路線バス運行を担っていた。2007年4月1日に、新潟交通観光バスと新潟交通北、新潟交通西の地域市、会社3社が合併。新潟交通観光バスが存続会社となり、新興北、新興西の両社は、解散、本社登記も新潟交通本社内に変更された。なお、新潟交通が発行する。 IC 乗車カード、リ・ユートは、新潟市中心部を発着する、ほぼすべての路線と、新津駅を発着する路線で利用できる。また、リ・ユートエリアでは、東日本旅客鉄道の IC 乗車カード、スイカのシステムも併用しており、全国10種類の交通系、IC カードも利用できる。ただし、その他の路線では利用できない。かつては、 同社が発行していた一般路線用のバスカードが新潟市中心部発着のすべての路線と新潟市郊外発着、柴田市中心部発着の一部路線で利用できた。イコール旧新潟交通北、イコール旧新潟交通西、い、場所2007年度以降に閉鎖されたものについて掲載する。新潟県、県内高速バス路線図。 県外線は別図三省。県内高速バスの内県を、下越地域内の路線を担当している。直接運行に携わる路線と、運行業務支援のみを行う路線がある。全路線、全便において、ハイデッカー4列シート補助席付き、化粧室なし車両による運行を実施している。全路線とも、座席定員制であり、予約は不要である。運賃は、現金のほか りゆうと、スイカなどの交通系、IC カードに対応している。新潟市中心部発着路線の詳細は、新潟交通のバス路線一覧を参照。路線名は、洋出店。本社営業所観光バス社の本社は、新潟市東久慈山3丁目にある本社営業所に置かれている。分社前の名称は、寺山営業所で、開設から現在に至るまで観光バス専門の、 車両基地として機能している。そのため、在籍車両の大半は観光者だが、路線車も数台在籍しており、柴田営業所が管轄する大型線と、京賀瀬営業所が管轄する亀田横越線と中新田線の、それぞれ一部の便の運用を受け持っている。また敷地内の車庫は、県外高速バスの車両基地としても使用されており、 他県のバス会社の高速バスも見ることができる。勝木営業所、勝木営業所、村上営業所管内を中心とした路線図村上市三北地区の路線を管轄している。村上営業所三北地区を除く村上市内の路線を管轄している。下関営業所下関営業所管内を中心とした路線図関川村と村上市内の一部路線を管轄している。 柴田営業所柴田営業所管内を中心とした路線図し田た市内発着の路線を管轄している。2019年4月現在の運行路線は以下の通りであり、運行便数等は図を参照。京ヶ瀬営業所 S 級亀田横越支線の急行便を担当する京ヶ瀬営業所の車両をあがのし、新潟市や木枠、五泉市の路線を管轄している。2014年には、 阿賀野市内の路線再編が行われた。津川営業所津川営業所管内を中心とした路線図阿賀町内の路線を管轄している。運転手不足のために2020年頃を目途に全路線廃止となる可能性が報道されている。片東営業所片東営業所管内を中心とした路線図。片東営業所管内の南東部を中心とした路線図。 W7O の白2線の各駅停車便を担当する片東営業所の車両西間区域では平成10年代に多くの路線が廃止された一方2015年には BRT 番台橋ライン新潟新バスシステム開業に伴う輸送余力を活かして2路線で増便が行われている高速バス以下5路線はすべて新潟交通観光バスが運行 勝木営業所管内下関営業所管内京ヶ瀬、営業所管内片東営業所管内間、本町2バス停ウエスト観光バスに移管された路線が見られる津川営業所管内津川駅前バス停覆われた行き先が見られるありがとうございます